ニートの兄が実家を追い出されるらしい。兄、26歳。18歳くらいからニート、過去スーパーくらいには行く。女には強く、男に弱い。父、2年前に他界。母、パート。父が死ぬまでは、ちょこちょこバイトもしてたみたいだけど、父が亡くなってからは、母を奴隷みたいにしてやりたい放題。私が家を出てから王様みたいだったが、母の要望で叔父が出張してきて、家族で話し合い。兄、叔父の家にしばらく泊まり、仕事を探すことになったっぽい。今まで母と私が散々言っても、小馬鹿にしたような目で、は？それで？とか言って、本当に憎らしかったけど、叔父の前では無口で、非常におとなしいのが滑稽だった。母が叔父、過去母の兄に、兄のことを頼む。叔父、兄を部屋から引っ張り出す。叔父、お前いくつだ？26って言ったら、お前の父さんはもう結婚して働いてたぞ。兄、ふーん。お前もっと声出せ。お母さんにもおじさんにも自分の気持ち言わないかん。それから多分10分ぐらい、兄はずっと、うーんの繰り返し。なんでおじがそんなに強いのか詳しく。体格はいい方だけど、別に強くはないと思うな。ただ、兄がとにかく自分より立場が上の男に弱いだけだと思う。女にしか強く出れないタイプ。それから何分かして、兄は焦ってきた様子。私と母は正座して見てた。おじ、それで、どうすんの？兄、あのさ、俺もネットとかで調べたんだけどね、生活保護とかあるって聞いたんだけど。おじ、母、私、は？おじ、よく聞きなさい。お前が生活保護を受けられるわけがない。親戚の〇〇ちゃん、知ってるだろ。あの子赤ん坊を抱えて、旦那を事故で亡くして、自分も病気になったのに、まだ若いのと、実家があるって理由で、生活保護を受けられなかったんだぞ。お前は男で、健康で、子供もいない。実家もある。それなのに、生活保護を受けられると思ってるのか。わからない。受けられないよ。それから兄、10分くらいずっと無言。呆れたおじが机を叩いたら、額から汗流し始めた。急展開も何もない、ごくありふれた、普通の話です。兄、資格取るんで、あと1年か2年待ってください。資格って何の試験取るんや？公務員試験受ける。それ資格じゃないよ。だから、学校行って勉強するから、あと1年で公務員になるから。お金どうするの？学校は働いて貯めたお金で行きなさい。え？絶対合格して、公務員になるから、だから学校行かせて。その前に働きなさい。それから、おじと兄のこういう会話がずっと続く。おじはすっごい根気強く、働きなさいと繰り返してた。それからおじは無理やり兄に、ハローワーク行って仕事見つけるようにと言って、ひとまず家に帰った。私と母はホテルに泊まった。その翌日の昼間、家に行くと兄がまだ寝てた。私、ハローは行くんじゃないの？兄、今日は行かない。明日行く。絶対だな。
翌日、やっぱり行ってなかった。まともに育てられなかった親が悪いな。つうか、普通そこまでなる前に何とかするだろう。なんで放置してんの？いや、両親が悪いと私も思ってる。私と母には優しかったけど、兄には厳しかった。母は一歩引いた感じの女性。兄も被害者だと思うけど、母に手を挙げたりしていたらしいし、かばいきれない。イッチは妹だよね。いくつなの？結婚してるの？24歳。結婚はしてない。それで次の休日にまたおじを呼ぶ。おじ。ハローワーク、行ってないんだ。兄。その、って返事やめろ。入って言え、入って。はい。お前、この家にいたらもうダメだな。俺の家来い。そんで、俺と一緒にハロワ行こう。兄、ものすごい絶句してた。あんな顔見たの初めてだった。おじの家は奥さんといとこが三人いるけど、全員独立した。部屋は余ってるとのこと。イッチは兄にどうしてほしいの？どんな兄になってほしい？普通にフリーターでもいいから、アマゾンで注文した代金くらいは母にたからずに自分で払うような人になってほしい。母に暴力みたいなことはやめてほしい。男には弱く、女には強い人間にはならないでほしい。ええー、おっちゃんやん。正直、おじがこんなによくしてくれるとは。やっぱり兄と話していて、おじもこんなんじゃいかんと思ったんだろうね。それからおじは、次の土日に迎えに来る。荷物まとめるように、と言って帰っていった。兄はパソコンを床に落として壊したりとかした。それからしばらく号泣していたけど、今は落ち着いている。それから私は母と共に自分の家に帰宅。兄にメールしたら、俺は大丈夫。何とか騙し騙しやってみるよ、という返事が来た。騙し騙し、クズだ。やっぱりそういう意味なんかな。自分としては就職活動で辛いことはあっても、なんとか体壊さない程度に頑張るよって意味だと、プラス思考で思ってたんだけど。帰ってこれない勢いで追い出した方がいいよ。二度と帰ってくるなって、母が言えるとは思えないな。なんだかんだ言って甘いんだよ、母は。よかったな、26で。本当によかったな。30超えるともうダメだ。日課の筋トレやランニングすらやらなくなってしまった。精神が衰えるんだよな。本当そういう意味では、兄はギリギリだって思うね。父が生きていたら、また変わったんだろうけど。母は実家に帰りたいらしいんだよね。そんで、兄の荷造りを手伝いたいと。兄に限ってまさか母を刺したりはしないと思うが、明日実家まで送る予定。お前が言えば？実家出てる私が実家に帰ってくるなっておかしい話だと思って。お前が言うなって兄なら絶対言ってくるよ。自分よりクズな奴がいて安心した。ところで、ニート、過去スーパーくらいには行くっていうのは、スーパーでアルバイトしてるニートって意味なのか？ああ、ごめんごめん。スーパーに買い物くらいは行くって意味。アルバイトは父が他界してから一度もやってないと思う。田舎なんでね、コンビニじゃなくてスーパーの方が近いんだ。兄は兄でいろいろあったと思うんだけどね。まず大学受験失敗したのが痛かった。両親は励ましたけど、きっとそれが重荷になって閉じこもったんだろう。それを何とかすればよかったのに、
妙に甘い母が兄をかばって引きこもりに拍車をかけた。それからずるずると何年も母は兄をかばっていて、ついにかばいきれなくなったと。きっとある意味で毒親なんだろうけどね。感謝はしてるけど。ちょこちょこメールした感じでは、兄は精神の方は割と落ち着いてるみたい。荷造りは母と一緒にやるつもりみたい。早く母に帰ってきてほしいと言っている。でも体の方はショックが効いていて、眠れないし食べられないんだとか。叔父に任せっぱなしじゃ悪い。母と私もできるだけ手助けしようと思ってるんだけど、何をすればいいかな。26ならまだいけるけど、職歴なしか。バイトか派遣しかねえんじゃねえか。正社員目指すんだったら職歴詐称しかないな。源泉徴収票提出してくれって言われたらアウトになるかもしれんが。正社員じゃなくてもバイトでも何でもいいって叔父も母も言ってる。とにかく自分で金を稼ぐ大切さを知らないと。無理心中だけは気をつけろよ。それマジで怖いんだよ。一体どういう精神状態ならそんなこと思いつくんだろうね。兄は気の弱い男だから大丈夫だとは思うが、できるだけ母と二人きりにはしないようにするよ。多重債務者とニートは見捨てれば自分から動く。そうだね。兄に里心がついてもよくないから、私は余計なことしないようにするよ。問題は母か。なんであんなに盲目なのか、親って不思議だね。大学受験失敗なんてそれこそよくある話だし、父親が息子に厳しいなんてどこの家でも同じ。兄貴がそんなになっちゃった原因は環境とか家族の甘さとか以前に本人が弱いってだけだよ。まずそれを本人も家族も自覚すべきだね。そうだね。兄は弱いんだろう。自分よりも弱い女、かっこ母とかにばかり暴言を吐いたり手を挙げたりするのも弱いからなんだろう。母がその弱さをかばおうとするんだよ。それが悪いんだろうね、きっと。ほっとくのが一番の薬。もうほっときます。母にもそのように言います。今母と兄が電話で話しています。内容は聞こえないけど、終わったら聞いてみる。もうバイトでいいんだ。兄がそれで働く気になってくれればいいよ。電話の内容をちょっと聞いてみたら、早く帰ってきてって言ってたみたい。ほんと子供だよ。こんなんで大丈夫なんかな。母と話し合った方がいいね。母も心底毒親なわけじゃなくて、ただ兄を心配してるだけなんだけどね。自分も子供を産んだらわかるのかな。母には口酸っぱくして、兄のことはほっとけという。飴と鞭みたいなもんで、父が厳しいから、母が反動で甘くなったんだろうね。父は決して男として劣った人ではなかった。むしろ強くたくましい人だと思っていたよ。それを兄に押し付けようとしたのは悪かったが。今回思ったのは、ニートって一口に言っても、いろいろな事情があるということで、きっとニート自身にもどうしようもない部分があるんだろうってこと。まずはバイトでいいだろう。でかさすがにバイト経験もない26歳を正社員で雇う会社はない。うちもいとこが18歳から現在33歳までずっと引きこもってるな。そこの親もやればできる子扱いだったよ。はじめは親戚中が応援したけど、今は個人扱いだね。そこの家族とも付き合いないわ。家族に一人そんなんがいるだけで、身内からも避けられるようになっちゃうぞ。女に強いなら、ホストでもやらせとけよ。
ニートの末路を目撃してしまった。隣の家の長年引きこもっていたニートが、体格のいい男の人二人に両手を抱えられてハイエースに乗せられるのを出勤するときに目撃してしまった。自分が出勤時、隣の家の奥さんがやってきて、朝からお騒がせしましたって果物の詰め合わせ持ってきてた。嫁が聞いた話だと、隣の家はご夫婦とも老人ホームに入居するので、家も取り壊すそうだ。ニートの末路ってああいう感じなんだろうな。それ合法なんやろうか。それな、俺も気になって昼飯の時にスマホでちょっと検索したら、未成年じゃなく成人であれば問題はないらしい。ニートは100万人以上いるから、これからどんどん増えるよ。本当にニートの末路やな。ある日突然やってくるお迎え。ニートって100万人以上いるって言うけど、実際どうするんだろうね。みんながみんな生活保護受けさせるわけにはいかんでしょ。公営のタコ部屋でも作って、そこで強制労働させるくらいの荒治療が必要になるんじゃないか。ちょうど橋やら道路やら成長期に建設したところが耐用年数到達してるから、それらの更新で人手は必ず必要になるんだから。 1% ぐらいと考えると少ない気がするわ。同級生とかでも働いてないって噂はそれ以上に聞くし、そいつらが老人になるあたりで生活保護のはしご外されるんやろな。40超えたらもう人生修正期間し、性格も変わらんやろ。ワイ震える。こういうのを見ると、30にもなって月給16万やし、結婚もせえへんけど、自分のお金だけで衣食住賄い続けてるワイクソ有能に思える。イッチが見た連れ出し男は見た目どんな？半グレっぽい？髪型が威圧的とか、タトゥーしてそうとか。マスクしてたから顔はよくわからなかった。けど背は180は超えてたと思うな。みんないい体してたよ。肉付きのいい、要は小太りの40前の成人男性よ。二人でとはいえ、軽々と抱えて動いていたから、相当鍛えてると思う。服装はこんな時期なのに、長袖長ズボンの作業服だった。追い出すなら20代のうちに100万200万持たせて捨てるのが経済的やし、本人のためにもなるけど、20代のうちはまだ可愛い息子意識が抜けないんやろうね。大学とかのタイミングで一人暮らしさせるのがちょうどええんやろな。ずっと実家で小童子させてるとそのままパラサイト化しがち。 YouTube でニート引き出し屋みたいな感じで検索するとすごい数の動画が出てきたわ。おそらく同じ事件だろうけど、ニートを引き出し業者に託したら合計1300万円むしり取られた挙句、ニートが餓死ってのが一番多いな。する側も恐ろしい。ニートって結局親が裕福じゃないと無理よ。隣の家だってご主人は地銀の支店長さんまで勤めたし、奥さんも大学の講師してた人だからな。親が貧乏だったら問答無用で働かされるからな。たまに親が死んでもそのまま遺体を放置してニュースになる高齢無職の小童子がいるけど、あの後どうなるのか報じられないよな。どうなるんだろう。職歴なしの40代とかでつける仕事ってマジでどんなのがあるんだろうな。想像つかんわ。やる気があれば大抵の仕事にはつけるぞ。資格とか何もないなら最低賃金ギリギリやろうが。しかし朝あれを目撃したのは衝撃だったわ。マジで人生観変わるくらいの。いい歳の男がギャン泣きしてるのを黙々と体格のいい男が苦もなく両脇抱えてハイエースに放り込んだら
一礼して車でブロロロロだぞ。たとえニートでもかなりきついな。ニートの動画って検索すればいっぱいあるけど、その末路って意外と少ない。これって要は、ニートの末路はある日突然やってきて、動画にする暇すらないんだろうなって思うわ。わかる。後日談が見たい。ニートを家から叩き出す仕事してるけど、業績やばすぎて笑った。一日五軒も回れねえよ。どんだけニートいんだよ。どんな感じで叩き出すの？親から電話来て、事前に日取りと当座の生活用品をバッグに入れるなどした準備をしてもらう。かっこニートが子回線でスマホ持ってる場合は解約してもらう。で、当日家に行って2、3人がかりで羽交い締めにして、車に乗っけて大抵バッグと共に最寄り駅で放置。でも最近は3人もいらないことが分かって2人かな。駅に捨てられたニートのその後はいかに？半分ぐらいは家に戻ってきて玄関前をうろうろする。で、それをまた捕まえて、今度は徒歩圏外の駅に放置。かっこここまでは追加料金なし。二日目以降は有料。ニートの年齢層は？幅広いよ。20歳以上しか受けないけど、中学生ぐらいの子供叩き出してほしいっていう親もいる。最高は58歳。保険で3人目連れてけよ。一人運転役で一人捕まえる役でだいたい足りちゃうんだよな。三人いた方がスムーズではあるけど、人件費の問題でね。一人でニート担げるの？重くない？自ら乗車してくれるの？暴れたら腕ひねり上げて無理やり乗せちゃうけど、大半は素直に乗るかな。普通に犯罪で笑うた。訴えられないようにね。過去2回ニートが警察に駆け込んで警察呼ばれたことあるんだけど、親に警察署に連絡してもらって事情を話したら、ニートが警官に説教されて警察署からも叩き出されちゃってたよ。なので今のとこ警察沙汰がゼロ。警察沙汰になってんじゃん。呼ばれるだけなら警察沙汰って言わないよ。前職の方がそんなこと言ったらマジの警察だった多かったわ。今超平和。子供部屋から解放してもらえてウィンウィン。意外なんだけど、自室のないニートの方が多いんだよ。もしくは自室がないイコール親のストレスが大きいから依頼する家が多いのかもしれんけど。子供部屋から妄想を書き込んでいるおじさんの一致でした。羽交い締めにして連れて行くと訴えられたらお前ら終了だけど。と車内で叫んでたニートは、3回も家に戻ろうとして暴れたため、両親に警察呼ばれて交番連れて行かれた。自立させたいんじゃなくて、単に追い出したい親が大勢いるのか。これもう殺人に近いだろ。単に追い出したいんだろ。実際高齢ニートが家にいるってすごいストレスだと思うぞ。一軒だいたいいくらぐらいなの？細かくは書けないけど、追い出し1回プラス1時間待機で、戻ってきたのを再度追い出しまでで3万前後。後日に戻ってきちゃったのでまた追い出してほしいっていうのは都度同額がかかる。ニートはその後どうなんの？そこまでは確認してないからわからんな。前金制で叩き出した当日以外は、再依頼がない限りは親と連絡取らないからね。多分都会に出てネカフェ難民にでもなってるんじゃね。俺も現建築業なんだが雇って。
一応重量級で柔道なり元警官なり格闘技経験のある人しか雇ってないんだ。危ないから。と言っても今んとこ社員3人しかいないんだけど。軽くググってもそんな会社出てこないけど、依頼人はどうやって見つけたんだ？就労支援の名目でだったら山ほどあるよ。なおそういうのは実質追い出し業者でも値段も不必要に高い。相場10万超えがザラ。追い出して働くのか？働かなきゃ死ぬから働くんじゃね。一日働いて3日休むみたいな日雇い労働者なんてみんなそんなもんだろ。駅に放置じゃなくマグロ漁船業者に渡しちゃえば。それは人身売買になる。というか勘違いされてそうだけど、これ成人相手だから許されてるだけで、未成年にやったら警察大激怒だからな。なので一番重要なのは追い出しそのものよりも事前のニートの身元証明。ニートだけど怖いから廃業してくれないか？俺を廃業させる一番の方法はお前が就職することやと思うで。